で、やっぱちょっと最近見上がってる時期だったりとかしたんで、まだ上がる。佐藤も多分上がりますね、多分。佐藤さんも去年上がったんで、Lゲージがどんどん上がってるじゃん、今。今すごいな、ね。今上がってる。いや、あれももう大人が上がってる。あ、もうそうっすね。子供じゃないの。うん、そうっすね。多分ターゲットもだから、それでもね、佐藤さん結構頑張ったらしいです。値上げしない、しないよ。あ、エンジンが来てた。そうそうそう。メーカー的な方法。こんなセットだとその値段で済んでるけど、この辺で走ってるやつ、機関車とかだと、以上の1万とかそういうのが。こういうことは何の保険料が今走ってるの、こいつだけで定価で6万円ぐらい、誰が買ってんの、この売り上げに出すの、じゃあ自腹で、どちらの方が怖い、あ、怖いっすよ、新時代だもん、この辺でなんかね、パック入れてみて、サポリが一番に困りますね。でも、まあ、赤いのは使用なの、いや、線路が汚れてたりとか、そういう悪いことが悪いことが、まあ、そのプラスチックは今走ってるとか、プラスチックは走ってるとか、そうすると、まあ、そういう100パの中で1キロ10万円1キロ10万円金持ちの遊びやん、あ、そうですね、金持ちの遊びやん、金持ちの遊びやん、金持ちの遊びやん、誰が当たるの、お前自慢したいだけ、トップが15万、カシャはあれはプラスチックで1万1秒全部いくらだか100円ぐらい、あ、で10秒って言って、はい、23万円、あとは重いから、ね、30万円、まあ、以上はプラだと、100社とかが1秒1万円で、金と金とか、その10万円、あ、これちょっと回ってきたね。